糖質をカットして肉中心の食事にしているのに痩せないんです。根岸さん、なんででしょうか？この質問にお答えします。インチキダイエット業界を一刀両断。皆さんこんにちは。日本一わかりやすいダイエット指導をしているダイエットトレーナーの根岸です。皆さんはもう私のダイエットメールマガジン読んでくれましたか？このメールマガを読むと私の動画がより一層理解が深まります。この動画の下の概要欄にその無料のメールマガの登録の URL を貼っておきました。無料なのでぜひ登録して読んでみてください。このメールマガを読んだだけで10キロ以上痩せたって方が結構いるんですよ。すごい。さて今日のお話はこちら。糖質カットプラス肉食なのになぜ痩せないの？こんな質問が私のところにたくさん来ます。なので今日はこの質問にお答えしたいと思います。糖質カットして肉中心の食事なのになぜ痩せないのか。もうその理由は簡単です。単純にお肉の食べ過ぎ。そう、それだけなんです。皆さんは糖質カットすればお肉だったらどんだけ食べていいと思っていっぱい食べてるでしょう。それね、 NG なんです。でもこう言うと、根岸さん、だってお肉って低糖質だから大丈夫なんでしょって皆さんそう言うんですね。違うんだな。もちろんね、純粋なタンパク質だったら太りにくいです。でもね、お肉の中に何が含まれていますか？今日はそのお話をします。ではこの図を使ってお話ししましょう。皆さんはお肉を食べますよね。お肉を食べます。パクリとね。あ、これね、リュウジ君ですね。リュウジ君もね、お肉大好きで、ね、肉食べるよ、肉中心だよって言ってますね。はい、お肉を食べるんですけれども、皆さんこのお肉って何でできてるか知っていますか？お肉の構成はもちろんタンパク質ですよね。あともう一つは油。そう、脂質。脂質が含まれてるじゃないですか。皆さんね、こいつ忘れちゃってるんですよ。皆さんお肉ってタンパク質でできてるって思いがちですが、こいつ脂質がお肉を美味しくしてくれる成分なんですよ。だからお肉美味しいって言ってバクバクいっぱい食べれるんです。逆にもし脂質が全然入ってないお肉だったら皆さんいっぱい食べられますか？例えば鶏のささみ。ささみって皆さんいっぱい食べられます？私は無理です。そう、つまりお肉が美味しい、お肉がいっぱい食べられるということは、この油、脂質がたっぷり入ってるからなんですね。そこで皆さんはお肉は低糖質だからいっぱい食べて OK って思ってたのかもしれませんが、これ見て、脂質が入っちゃってるからお肉をいっぱい食べるということは、脂質、そう、こいつもいっぱい摂取しちゃってるってことなんです。ほら、こんな感じでお肉をいっぱい食べるということは油もいっぱい摂取しちゃってるってことなんですね。でもここで、根岸さん、脂質だって糖質ゼロだから太らないんでしょって思ってる方がいるかもしれません。ところがどっかい。じゃあこの脂質の行方を見ていきましょうか。脂質って、まあね、お肉をいっぱい食べて油をいっぱい摂取すると、この脂質ってどうなるか。これはね、まず体で2つ、グリセロールと脂肪酸という成分に分解されます。そしてこの脂肪酸が何になるかというと、はい、油って摂取してグリセロールと脂肪酸に分解されて、この脂肪酸というのが皆さんの体を構成する細胞膜の材料になったり、ホルモンの材料になったり、はたまた皆さんの体を動かすエネルギーになってくれるんです。そこで皆さんはもしお肉はいっぱい食べていいって言って、このお肉の種類で美味しい美味しいカルビや油がいっぱい入った豚バラ、これをたくさん摂取すると、脂質が大量に入ってきて体の中に脂肪酸が大量に入ってきますよね。ここで皆さんはこの脂肪酸を細胞膜、ホルモンとして使い切れるか。ところがどっこい、この細胞膜とホルモンってそこまで油必要としてないんですね。そしてはたまた活動エネルギーとして皆さんは食後にガンガン体を動かしますか？動かしませんよね。なので油をいっぱい摂取すると最終的に何が生まれるか。そう、
余剰分余りが出てしまうんです。皆さんはこの余った分どうなると思います？消えてなくなります？そんな魔法あったらいいですよね。ないんですね。この余りというのは結局何かに変換して貯蔵しなければいけないんです。その何かとは何でしょうか？まずね、この余った脂肪酸はどこに行くかというと、こいつこいつ、このグリセロールとですね、よいしょ、再合成されるんです。再合成されるとどうなるでしょうか？漢字4文字、そう、余った脂肪酸はグリセロールと再合成されて、なんとなんと中性脂肪に変わるんです。この中性脂肪どこに行くか分かります？もう分かりますよね。はい、余った脂肪酸はグリセロールと再合成され、中性脂肪としてやっぱり皆さんのお腹の脂肪に戻っていくんです。つまりお肉をいっぱい食べて油も一緒に摂取して、その油を使い切れないと余り、そいつがやっぱり行き場がなくなって、最終的に中性脂肪として蓄えられてしまうんです。ほら、お肉をいっぱい食べてなんで痩せないんだろう、糖質カットしてるのになんで痩せないんだろうって思ってた方、この図を見れば一発ですよね。皆さんは糖質カットすればいいやって言って、いきなりステーキ行ってお肉を 500g 食べたりとか、油いっぱいのハンバーグを食べたりとか、美味しい美味しい豚バラ肉を炒めて食べたりとかして、いっぱい油摂取したでしょう。それがやっぱり余るんです。余ってやっぱり脂肪になってしまう。皆さん、この図式忘れちゃダメですよ。はい、皆さん、お肉をいっぱい食べすぎると結局油が一緒に入ってきてしまって、その油が中性脂肪になるから、糖質オフしてお肉をいっぱい食べると痩せないってことが分かっていただけたと思います。そこで皆さんの考え方を正しますね。低糖質ダイエットイコールお肉をいっぱい食べて OK、 こんなことを言っているポンとか YouTuber さんいますよね。それ騙されちゃダメです。もうその理由はここで分かってくれたと思います。つまりね、低糖質ダイエットイコール肉いっぱい OK というのはイコールではないということ、これ忘れちゃダメですよ。そして肉も結局腹5分目から腹8分目までにしましょうねってことなんです。この糖質をカットしてお肉を腹5分目8分目にしたら痩せます。つまりね、低糖質ダイエットっていうのは糖質をカットしながらもお肉も適量にしなきゃいけないんです。逆にね、糖質をカットしててもお肉をいっぱい食べたら低糖質ダイエットとは言わないんです。それは単なる低糖質の食事ってだけなんですね。痩せたければ糖質をカットしながらもちゃんとお肉も適量摂取してくださいってことなんです。では本日の格言、こちら、満腹まで食べるという行為はダイエットとは言わない。皆さん、この言葉肝に銘じてください。はい、今日はここでおしまいです。面白かったな、参考になったなって思っていただけたら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。皆さんの応援が動画のモチベーションです。また私は低糖質パンを販売しています。この低糖質パンを使うと低糖質ダイエットがめちゃくちゃ楽になります。この動画の下の概要欄にその低糖質パンの詳細を貼っておきました。ぜひチェックしてみてください。今日は以上です。よし、終わった。今日はあんま構わなかったね。